おいす、こんにちは、あむりです。今回はちょっとね、ウイリさんとかの配信で、コメントある一個ね、コメント見つけまして、ガンダムキャラのみで、新百式いけないですかねというコメントを見まして、やってやろうじゃないかということで今回編成組んでみました。まあもちろん強いリーダーを使わせていただくんですけど、ガンダムのね、強いキャラクターたちを集めたアシストを含めガンダムコラボ、なんだったらバッチもガンダムバッチでいきます。まあもちろんガンダムキャラ使う方がガンダムバッチは強いんですけど、まずユニコーンガンダムを使います。リーダーリアチェン体制で火ダメージ軽減プラスを1個振ってて、上は GO の武器ですかね。これがね、光副属性付与しながら火力を盛る武器となっております。もちろん今回はちょっとガンダムに縛ってるので他のキャラで代用全然いいです。副属性を光にしながら火力を盛れれば OK。 まあ泥鏡はどっかに欲しいかなって感じですけどね。で続いてが、ウィングガンダムゼロですね。転生進化の新しくもらえた形態となっておりまして、こちら初めて使うので性能をね見ておきましょう。バインドスキルプラス指プラの回帰で10強3つです。今ここにある世界を信じてみろ。はい。で、冬持ちでスキルプラスの10強無効貫通プラスとかもありますよと。でスキル内容がかなり優秀で6ターンで打てます。盤面76、上限値99億で高いですね。で回復力操作時間2倍で6解除して火光回復陣と、ユニコーンに合わせた陣スキルを持っております。なので盤面取り返しだったり回復力の上書きだったりこの辺とかに強いですね。あと転生進化ってことがあってステータスがバカみたいに高いです。で、今回はリーダーとしては使用してないのでこのままで。でこれビームジャベリンつけてますね。火属性のガンダムの武器なんですが、どれだったかな、こいつです。ダリルバルデ、こいつですね。こいつの武器を採用しておりますよといった感じですね。で続いてがクスイガンダムですね。交換可能です。今1体持っておく価値全然あると思います。毒目覚めの火ダメージ軽減プラスを振っておりまして、上はロケットバズーカーで、これに関しましてはちょっとガンダム詳しくないんで一個一個見させてもらうんですけど、これですね。シナンジュの武器がついております。はい。ドロキョウもうちょっと欲しいんだけどね、無効貫通をつけたいのでこれを採用してるっていうのがありまして、無効貫通を無視するんだったらバルバトスの武器だったかな。これ最初つけてたんですよ。これもありかなって思ったんですね。ドロキョウの数多いし、ただその代わり無効貫通ができないのでちょっとその辺はって感じだったね。で続いてラックスを使わせていただきます。全パラアップ、スキブ足りているので全パラアップにしてます。でスキブ潜在の HP プラスを1個振ってまして、上はガンダムシールドなので初期のねファーストガンダムの武器を使ってます。要は毒耐性、操作負荷も一応込み、チーム HP 持ってますよぐらいなので、この辺は耐性埋めがあれば OK かなって感じですかね。で続いてが、フォースインパルス、こちらも交換可能で、ルーレットと軽減を、長いこと継続してくれる。ループまではしないんですけどね、こいつも初めて使うのでちょっと今回は解説するんですけど、バインドスキーパース封印指プラ回復エルジョン10強3つで、また戦争がしたいのか、あんたたちは。で冬持ちでスキープラス十字消しも聴覚性あります。なので、7ターン1ターンヘイスト系の編成で使えば、ワンチャンループできるって感じですかね。はい。軽減とルーレットをね、長いことここまでやってくれるキャラクターってなかなかいないので、その辺での価値はあるのかな、唯一性あるのかなって感じですね。あと76リーダーですが。で、クスイガンダムの武器も使っていきます。要は耐性埋めです、ここも。暗闇と雲ですね。雲はね、なんとかなるので、暗闇は欲しかったりかなって思いますね。パズルをしやすくするための武器って感じですかね。さて、フレンド枠ですね。フレンド枠もユニコーン。L 字アシスト無効潜在です。火ダメージ経験プラスで、上、こちらもジオウの武器を使ってます。火属性枠として、フォースインパルスも入ってますよといった感じになってますね。バッジはガンダムバッジで、こちらで不審百式やっていきましょう。はい、ということでじゃあやっていきます。ちゃんとね、チャレンジの方でやってきたからね。常設じゃなくて。で、タイムも結構早く満足のいくタイムでクリアできたので、見ていっていただければなと思います。はい、初手はダリルバルデ武器でガンダムファーストとクスイ武器でクスイ本体を変身からのユニコーンダブル変身、先にユニコーン打った後にあれですね、ウィングガンダム打ってクスイも打ってでユニコーン打って
で正方形組んでいきます。まあ、今回はコンボ吸収の方なんでね、一番右の敵が別に無効貫通不要だったんですが、まあ一応組むような感じで、もしね XE の上を無効貫通武器じゃない武器にすると、右が闇狩りだときに無効貫通ができないよと、無効貫通ができないじゃん、ワンパンできない、うん、ぐらいですかね。まあ、ちょっとタイムも重視、あ、そうだ、言い忘れたけど封印耐性だけ80です、ごめんなさい。そこだけごめん、ランペイドがちょっとワンチャン食らうかもしれなくて、うん、そこだけちょっとね、どうしてもなるべくね耐性埋めの方がいいかなって思ったんで、あのダブルゼータの武器とかも封印耐性盛りでいいかなって思ったんですけど、それよりも雲耐性とか積んだ方がねパズルのしやすさでいいかなって思ったんで、今回は封印耐性をちょっと捨てました。まあ言うてランペイドぐらいだと思います。他はどっかあったかな、ちょっとまだ 100% の知識が入ってないんであれですけど、他もあったらごめんなさい。ランペイド半分で来るのは知ってるんですけど、はい。で、パルマス出てますが、まあ、ここは L 字でアシスト無効解除しながら突破していきます。ラクスは必要に応じて打ってもらえれば、パルマスだった場合は初手打ちとか、ルバルだった場合は後半打ちとかありますね。十字消しはちょっと気合でやります。インパルスもね、フォースインパルスも意外と火力枠になっていて、あんまりね超学生を十字にするってことしたくないんで、今回浮遊で行かせてもらってます。どうしても十字を対策したいんなら、フォースインパルスの聴覚を浮遊から十字プラスに変えてもらえればいい。で、コットマックス E で対応します。まあ、ここは正方形組んで回復は L 字にして、まあ、ワンパン突破で終わりですね。はい、ちょっと暗闇がちょこちょこ降ってきておりますが、まあまあ言うて3個になったんで問題なし。で、この次のターンはラクスが必ず残り2以内になって突破するような感じにしてくださいね。で、ここはねウィングガンダムが役立つところですね。盤面取り返しに使えますんで、これは結構強いですね。で、ラクスがもう十分に溜まっている場合はもう正方形組んで一気に削っていくって感じですね。はい、ということでこれでワンパン、場合によってはまあツーパンになったりとかはありますけどね。攻撃デバフとか食らったターンはもう食らった場合は3ターン耐久でも全然いいかなと思ってます。で、今回カティアが出ました。で、初手で、ラックスが打てればもう初手打ちしてワンパン狙いに行っちゃってもいいかなと思ったりするけど、まあ安定取るんなら一旦待ちます。まあ今回ラックスがそもそも溜まってないので一旦待ち確定ですけど、あ、打ってるわ、ごめん、打ってた。まあ、こんな感じで、まあ、安定、確かどうだったかな、リーダー片側条件解放でもいけたような気がするんですが、まあ、安定して今回は、フォースインパルスが打てたので、フォースインパルスを打って、リダフレの両方条件解放することによって確定でワンパンですね。ラックスも溜まるし、まあ、こういう動きを取っても全然ありかな。フォースインパルスは、もうなんか好きなタイミングで打ってください。軽減はなくても、大概耐えれますし、二階層の割合はガンダムで耐えてるし、ガンダム武器。他は軽減別にね、欲しい場面、まあちょっと HP 危ないなとかだったら欲しいんですけど、別に、白蓮光のボス前の方、昔の白蓮光の方も半分時も全然回復 L 字組んどけば耐えれるので、まあ、別に軽減がなくても大丈夫といった感じなんで、余裕は持ってますんで、まあ、ちょっとルーレットで光呼び出したいなぐらいで、あとはヘイスト欲しいなとかいうタイミングで、フォースインパルスは打ってもらえればいいかなって思いますね。で、ちょっとロイヤルオークはね、ルーレットが光を作らないルーレットだったりするから、その辺ゴミなんですけど、まあいいように。いいようにいいように。正方形組まなくても意外と削れたりします。
はい、2パン突破してます。さあ7階層です。ボス前ですが、今回バステト、コカトリスだったので正解。あのケンタウロスゴミです。コンボ現象やってくるやつはマジゴミですね。そんなに余裕持ったコンボしてるわけじゃないんで、10コンボね、5コンボ現象とかされて10コンボ行こうと思うと結構盤面全力で組まないといけないんで、正方形とか組む余裕なくなりますんでね。まあコカトリスあたりを引いとくのが無難かなと。なんでね、俺はね、敵の引きが良くなるまでこれ何回かやり直してます。言ってしまうと別にクリアはできるんですよ、ある程度ターン稼い、ターンかければ。まあ、20分以内は全然いけますね。どんだけぐだってても。ただ、早いタイムでやっぱり動画をお届けしたいなということで、なるべくいい引きができるような時を狙って何回もやってましたね。はい、で、ボス戦ですが、スーパーはちょっと難しくて、まあ、ウィングガンダムとかにね、無効貫通武器もつけれたらよりワンパンしやすいかなって思ったりするんですけど、とりあえず2回殴って敵の HP を半分までまず削っていきましょう。はい、一撃殴りで、まあ、大体こんぐらいですね。もうちょっとね頑張れば半分いきそうですけどね。はい、ということでもう一発正方形を組んで半分まで削っていきます。ちょっと色の兼ね合いを見てますけど、はい、もう最低限非光正方形の回復エルジで半分いきます。フォースインパルスの軽減は効いてませんが、全然耐えることは余裕です。で、こっからは覚醒無効とか発狂でもらったりするので、もう一発でもらっいっちゃっていいかなって思いますね。ウィングガンダム持って、で、薬持って突破します。まあ、盤面あれば別にウィングガンダムはなくてもいけるかなと思いつつ、まあ、安定して絶対ワンパンしたいんだったらウィングガンダム打ちも全然ありですね。はい、ということでいっぱいつながってますが、これでまずは白蓮光既存の方が突破していきます。既存の方、昔の方で最終フロアですね。結構ね火力出るので、まあ一発半分まではいかないけど火力はだいぶ出ます。3回殴ればいい本体を、それぐらいで火力は足りますね。はい、まずはシールド削っていきましょう。はい、ガンダム、ユニコーンガンダム打って正方形と回復の L 字を組んでいきます。はい、これでシールドは一気に1枚剥がれて、攻撃デバフを食らいますが、火力はね意外とね足りちゃうんすよね。これでもさあ、火を下に敷き詰めて回復L字と光の正方形と右に火のチンコで、これでまた一発でシールドは削っていきます。で、ちょっとルーレットやられますが、ここ外役ルーレットだったらね、光がなかったんでちょっとね、めんどくさいんですけど、まあ、今回はね、前職ルーレットなので、光ドロップをね、必要数呼び込みながら行きます。ちょっとここら辺はどうしようかなって迷ったりするんでね、パズルスタートの時間が長かったりしますけど、ちょっと温かい目で見とってください。はい、ということで必要数が呼び込めたら、あとは回復 L 字ですね。回復 L 字分も呼んじゃって、あとはつながらなければ OK。 はい、これで無効貫通で思いっきり削ります。まあ、40% 以上削れてるのかな、だいぶ削れてると思うので火力はかなり高いかなと思います。
はい、ということでもう1回ルーレットから光ドロップを呼び出しながら正方形を組んで回復エルジも用意していきます。これ、ね、だいぶ迷ってますね。はい、ということでドロップから光ドロップを呼び出し呼び出し呼び出しで、はい、必要数が揃ったのであとは回復エルジですね。うん、もう最低限で OK です。はい、これで半分までいきますね。でシールドが復活するのでもう一回削っていきます。はい、で正方形と回復エルジと非適当にどっかで組めてれば OK みたいな、これを2回やっていきます。ちょっとこの後ね、全体評価の動画も撮ろうかなって思ってるんですけど、まあ、長くなりそうです。ちょっと覚悟しておいてください。1時間ワンチャン超える、全然ある。45体もいるからね、一体一体に長く解説取れないんですよね。ちょっとまあ、要点だけかいつまんで紹介できたらいいかなって思ってますけど、なかなかね、45は長い。画面に収まりきらないもんね、そもそもね。はい、ということで、フォースインパルスも打って、ちょっとヘイストかけて、ユニコーンダブル打ちできるようなことをやってますが、まあ、そこまでしなくてもいいかなと。はい、じゃあ、ウィングガンダム上限解放。で、ユニコーンも打って、ユニコーン打って、で、クスイーンも上限解放して、はい、ということで、これで正方形組んで終わりですね。まあ、回復エルジはなるべく組みましょう。はい、欲張りすぎずに、光の落ち込む乗って、これ倒せますね。はい、こんな感じでございます。タイムもねだいぶ早いと思いますよ。うん、その辺でやった俺こない昨日出した編成よりねなんだったら早いっす。はい、13分と試行時間あったんで12分でいけると思いますんで、もしねまだ勝ててないよって方はですね、ガンダムコラボこんな感じでもいけるので、まあ、ユニコーンとか手に入れたら強いんじゃないでしょうかと思います。はい、ということで少しでも参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。